株式会社メトロコマースは東京地下鉄グループに属する駅売り店の運営や鉄道グッズの販売を行う企業である。東京メトロの駅業務の委託も受け負っている。東京地下鉄株式会社の完全子会社で現法人は東京地下鉄の全額出資によって設立された二代目法人である。現法人は2006年設立。かつては 東京メトログループの広告代理店事業も行っていたが、広告事業は、翌2007年に設立された、メトロアドエージェンシーへ分社化された。デート高速度交通営団時代の1957年12月、銀座地下鉄工業株式会社として設立。1982年5月、株式会社地下鉄トラベルサービスに、称号変更。 2004年4月1日の東京地下鉄株式会社設立に伴い、同年6月に株式会社メトロコマースへ称号変更し、本店所在地を東京都台東区東上の6丁目9番3号へ移転した。2006年10月2日に会社分割を行い、東京地下鉄株式会社の全額出資による新法人として株式会社メトロコマースを設立した。 2007年4月1日、同じく東京地下鉄株式会社の全額出資により設立されたメトロアドエージェンシーへ広告代理店事業を移管した。東京メトロの駅施設内で売店、メトロス、ローソンメトロス、フードショップなどの店舗運営やコインロッカーの管理を行う。また、東京メトロのグッズ販売を行うオンラインショップ、メトロの缶詰の運営を行う。 東京メトロから委託された駅業務、案内業務、定期券発売業務なども行う。メトロコマースには委託駅に勤務する駅員や旅客案内係などが所属している。2011年現在、以下の駅での業務がメトロコマースに委託されている。新聞、飲料、菓子などを販売する駅売り店、メトロス、ローソンメトロスを運営する。ATM などを設置した。 自動販売機型売店、オートメトロスもある。2015年4月24日、コンビニエンスストアのローソンと業務提携契約を締結。同年夏からメトロス店舗をローソンへ転換開始し、2年から3年をめどに約50店舗をローソンメトロスへ転換予定とした。ローソンメトロスについてはメトロコマースがローソンのフランチャイジーとして運営する。 同年8月4日に、ローソンメトロス秋葉原店をオープンしたのを皮切りに、順次、ローソンメトロスへの転換を進めている。メトロスの店舗看板は、従来は赤基調に白抜きで、メトロスのロゴとハート型のマークが入るデザインであったが、ローソンメトロスに転換した店舗では、ローソンと同様の看板デザインに変更された。また、 ローソンと提携後の2010年代後半から、メトロス店舗でもリニューアルが行われ、看板デザインが白基調に黒文字のモノトーンに変更されている。駅中店舗、メトロピアの運営は、2021年現在、株式会社メトロプロパティーズが行っている。その他、宝くじ販売所、メトロ M サービスショップ、ミスターミニットのフランチャイズ店舗、期間限定店舗などを出店する。 銀座線、表参道駅、赤坂三池駅、ため池参道駅丸の内線、新宿駅、赤坂三池駅、高楽園駅、廟画谷駅、池袋駅日比谷線、六本木駅、秋葉原駅東西線、飯田橋駅、九段下駅、門前中町駅、西葛西駅、葛西駅、浦安駅千代田線、表参道駅、綾瀬駅有楽町線、池袋駅、 江戸川橋駅、飯田橋駅、豊洲駅、新木場駅半蔵門線、表参道駅、九段下駅、水天宮前駅、押上、スカイツリー前駅南北線、ため池山道駅、飯田橋駅、高楽園駅福都新線、池袋駅2021年現在。2009年3月8日、過酷な労働条件と低賃金を理由として、労働組合、 全国一般労働組合全国、協議会全国一般東京東部、労働組合メトロコマース支部が結成された。その後、同組合は、団体交渉を何回か行っている。ありがとうございます。